木原山という山がそのうと城南富合の境目に立ってるんですね。で深い谷が99もあるんです。なだらかそうに見えて登ってみるとものすごく険しいんです。で木原山という山の名前なんですが、本当の名前を岩海山と言います。岩が回る山と書いて岩海山です。岩が山の上を飛ぶときに真上を飛ばずにぐるーっと回り道をして通っていくんです。それで昔の人は、あらな、鎮西八郎為朝さんの強か弓で岩場狙うて読んなはったけ、岩も学習してあそこば通っと言おとさるけん回り道ばしようって言うて回るごつなったつばい、鎮西八郎為朝さんがえらかわいって言うて子供たちに話して聞かせました。実はエアポケットがあるそうです。科学的に言えば、でも元も困りませんね。弓を恐れて回っていくという方がずっといいじゃないですかね。ロマンがあります。この岩海山に鎮西八郎為朝が昔城を築いとったって。鎮西八郎為朝っていう人は源義経のおじさんにあたる人。為朝は義経のお父さんの一番末の8番目の弟だけ八郎為朝って言うとったいな。700年も昔の話ばい。そうが耳か口耳か口耳か口で伝わって私に伝わったんだよな。でその城巻好きな貼っときに一匹の鬼がえらいごま出してせっせせっせごま出しておかげで城のあっという間に出来上がった。で為朝さんが喜んで鬼ば呼んで、お前のおかげで立派な城が出来上がった。なんか褒美ばやろうと思うばってんが、なんがよかろうかって聞きなはった。そしたら鬼が、はあ、ありがとうございます。ばってん、おら、宝石も刀も槍もなんもいりません。って言うた。それではわしの、まあ、なんでもいいから言ってみよう。そって鬼は、はあなら恐れおかこつでござますばってん、一晩人間ば食わせちゃいよ。アメトモさんがうったまがんなはった。まさか人間ば食うちゃこれっぽちも思いなはらんだった。ばってん、そらでけんては言われん、なんでんやるて言うた手前で考えなはった。こらなんかよか知恵はなかろうか。そんで、よし、わかった。お前がそれほど言うのなら人間を食わせてやろう。ただし、一晩のうちに99、いや、100の谷を掘り上げたなら、その暁には人間を食わせてやる。って約束しなはった。まさか一晩で100なんか掘り切るはずがなかと思いなはった。そしたら鬼は、100ですな、よーし、喜んで、ごま出す、ごま出す、一丁、二つ、三つ。で、為朝さんが、もう油断して、途中で昼寝どんしとなった。そうして目が覚めたところが、ずらーっと谷のつながった。お、今、いくつ掘ったのだ。はあ、今、98掘りました。なんで夜明けまでは間がある。このままでいくと100の谷を掘ってしまう。さあそうすれば人間を食わせなければならない。これは困った。為朝さんな考えなはった。頭んよかげんなよかこつば思いつきなはった。よし、夜明けにしてしまおう。どぎゃんすっとよかくと思うな。鶏の鳴くなら世の悪とだい。なん逆さまた世の悪受けにはどんどん泣くと。だって為朝さんが、よし、鶏を鳴かせて鬼を騙そう。騙すたい頑張ってんな、人一人は助けるためたい。そって抜鳥笠ばかぶって、抜鳥笠って知っとんな、三角形の昔の蓮ハットだいな。
そしてミノが来て昔のレインコートだ来て船暗闇の中だもんだけど見えやせんパラタ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 って泣きなはった。そうしたら鬼はな、お一番どんの泣きよ、はあ、もうすぐ夜の明くな、急がにゃいかんちゅうってまた急ぎ始め、だいたい3回泣かんと夜の明けんとったりな。そうで八郎ためともさんが、はあ、これいかこれいかと思ってタバ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 タ、あっあっあっ、今度は3番の時、また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 、だんだんたくなっとった声の泣いたんだっけん、おにゃぶっと曲がって、うわー夜の明くとうとう99しか掘り切らんだった、あと1丁っていうとこで惜しかった、こらもうここにゃおられんばいって言うて木原山場後にして、すごすご向こうさんに今日とこって一個夜の明けとった。うわこら騙されたばいと思うてまた引っ返してこなと思うたとこが、八郎為朝さんなあの山の上の崖の上に立ってな、ふたーか大石ば肩上げて、そして投げつけなはった、そして弓で狙いなはったんだい。だけもうかなわんと思うた鬼はな、赤ちゃんかべーって言うて逃げてはってた。おいで赤ーって言うたとこが赤身、シャカーって言うたとこがシャカド、ベーって言うたとこがキベーチュー、土地の名前になって残っとっとた。赤身、シャカド、キベ、一直線につながっとっとったよな。そってようよ一晩食わせて済んだっちゅう話の残っとっとったい。八郎為朝と鬼の話はこってしみや。